ミーティングが長いと思い出したんですけど、去年行ったレギュラー組の愛知遠征、ミーティング4時間ってあれほんまですか？いや、そうやねんって。あれマジで途中意識なかったからな。やばいっすね。てか先輩1年間レギュラー組の遠征行けるってすごいっすね。いや、たまたまよ。あ、てかレギュラー組の愛知遠征のミーティングの話、よう知ってんな。誰から聞いたん？お松先輩です。え、もう俺が全部残りやっとくから、もう決めていいよ。お松か。いい、ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。お松先輩は補欠なので愛知遠征は経験していません。まさか補欠のくせにレギュラーのふりをして生きっていたのでしょうか。そんな恐ろしくダサいこと考えたくもありませんでした。きっと1年生が先輩の名前を間違えたんだ、そう思うことにしました。今思うとこの時に補欠だと伝えていたら、あんな恐ろしいことにはならなかったのかもしれません。フォーム変えた？あ、ありがとうございます。そうです、でもあんましっくりこないくて。あー、前の方が良かったんちゃう？そうですかね、でもあんな上手い先輩のアドバイスいただいたんで実践したいなと思って。まあちょっと長いですけどね。長い？え、ちなみに上手い先輩って誰？お松先輩です。落ち着いて。あの人は上手い人でもなんじゃなくて、ずっとここに来てから OK。 あれやっとるか？あ、はい、やってます。あー、そうかそうか。まあ最初は難しいけどな、絶対その方がいいから。うん、俺もさ、そのフォームにしてから。壊しても大丈夫。間違いありません。この人、生涯補欠のくせに昔はレギュラーだったふりをして生きっている。そんなダサいこと普通の人間にできるはずがありません。恐ろしくて寒気が止まりませんでした。園部お松先輩は今、お手洗いに行ってます。トイレか。お前今すぐアドバイスやめろ、すぐにやめろ。あの人補欠なんて1年の頃からずっと。今やったらまだ間に合うから、俺がお前のフォーム戻してる。何してんの？おい早く行くぞ、逃げるぞ。自主練してると思います。
行こうか。なんだって？はい、休みの日仕事？じゃあ、そして言い忘れてたけど、僕の知り合いの霊媒師がさ、何やらうちの野球部から霊の気配がするって言ってるんだ。いや、霊の気配、ちょっと何をどうおっしゃってるのか分かんないですけど、そんなことやの、休みの日に仕事っていうのは、それは一体どういった…幽霊が住みついてるようなら、廃部だからね。いや、幽霊はわからないですけど、その休みの日に仕事っていうのはどうにかならないですかね。いや、あの、が、です。くそげ！何が幽霊や。お前が幽霊に呪われるボケ。周囲を見渡すと、もう監督の姿はありません。疲れている。そう自分に言い聞かせました。じゃあ俺ジュース買ってくるわ。ああ。これちょっと許しとこうかな。お前、何ビビってんねん。いや、まあ、もうビビりすぎやろ、マジ。どうした？大丈夫か？大丈夫？すぐそこでジュースを買うだけなのに、5分経っても帰ってきません。俊平、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 俊平。おい、立て、逃げんぞ。これ監督俺やけど。だから言ってよ、お前どこ行っとった。じゃ便所やって。マジ、まだ割れてへんよ。いけるいけるいける。海になった、マシなげきや。おい、ボロ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 。変ねんって、おい、なん
けよ。おい、おい、くそ、おい、つけ、つけ、おい、俊平、ボール、ボール。何してんのかよ。上下関係が厳しいとされている野球部の寮生活、後輩には先輩に対するだるいといった感情が渦巻いている。もし後輩の感情を先輩が認知することができたら、果たしてどんな寮生活になるのやら。失礼します。ああ、よし。あ、ありがとう。よかった。腰で、うん、まあ、ほんでさ、お前、はい、今日の朝もうっさかったぞ、起こすとき、うん、なんでできへん、こんな感じなの。静かに起こせて。 OK、 はい、わかりました。だる。え？え、なんか言った今。え、わかりましたって言いました。その後、その後、わかりましたの後ですか？なんか、みたいな、また。いや、止めてないっす。私、やっぱ、焼きそばってなくてジュースだけなんですけど。え？なんて？焼きそば売り切れてたジュースだけ。ああ。いや、そんなん、お前、なんか代わりにお前なんか食い物買ってこいよ、お前。なる。いやいや、全然、ごめん、なんでもない。ああ、ありがとう。そう、あの、お釣り20円。ああ、あげるあげる。ええで、ああ、なる。20円。反応なかったんで、大丈夫ですか？あ、大丈夫。ごめんごめん、ちょっとぼーっとしてた。あと今日、マッサージは？え？あ、いいよいいよいいよ。固定し。あ、うん。ありがとう。あと先輩。え？今日の朝って、うん、腰肩大丈夫でした？大丈夫だ。あの、次からもそんな感じでよろしく。よかったですわ。よかったです、よかったです。なあ、明日からもそんな感じでやらせていただきます。なんかお前、びっくりするわ。なんだ、よろしく。なる。てか自分で起きろや。なる、なる、なる。で楽しみやな。楽しみやな。倉庫やんな。そうそう。うーガチやもん。雰囲気あるね。いやガチで雪村マジビビりやからな。ほんまにな、いつもビビりすぎやろお前。これだって前あのホラー映画見てたら、うん、ピヤー言うとったらピヤーってないね、うん、いどっから出てんねんそんな声。いや人間が心の底から怖いって思った時で、いやもうそんな言ってんのお前しか聞いたもんよ。うん、間違いない。ピヤーって出るか。絶対ビビんなよじゃん。ビビるか。お前のビビり方癖強すぎる。あいつもいつも。いやちょっと怖いわ普通。めちゃくちゃ怖いな。うわっ
びっくりしたよ、ほんま、ここだ、ほんま、絶対したよ。うわ、びっくりした、待って。別なこと言ってよ。別なこと言ってないぞ。キモいって、お前、近づくって、お前、いや、ほんま、大丈夫、大丈夫。なんでそんなにいける？マジ、やばいって、ほんまに。ちげえな、これ。怖すぎる。ほんまに出る。あ、ちょっと待って。あ、静かにしよう。あ、ちょっと行こう。ガチガチ。え、ちょっと待って。マジやばいやばいほんまにめっちゃないしょこの時間にやばいぞやばいやばいやばい早く出せ早く閉まるよやばいやばい出せ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 早く行けやばいやばいやばいマジ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 で止めてマジでそう来たら大丈夫やろさすがにな何じゃあ金クソじじい何であんなとこにおんねんじゃもうちょいで門限破ってのバレとかやったでまあでも暗かったしバレてはないやろうち危なかったちょっと出るか行こうかあれあれどうしたんえ鍵開かへんもうええって長いもうまたその気してるテンパりすぎやで開けろや開くやろ鍵開けてるって俺全部開けてる後ろも開けてるし前も俺も開かへん全体の解除してる待って開かへんなんで鍵開いてるやんなんで開かへんねんほんま開かへんやばいちょガチやばいどうしようはじゃあエグいって言えやん開けろほんまに開いてやばいやばいやばいなんで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 やばいやばいよかった、お化けかよ。あ、もう何？さあ、来ました来ました。先輩、聞こえてますか？聞こえてたらピースお願いします。さあ、いきなりですよ、皆さん。うお、ついにポンチを手に取った。今からです、今からです、皆さん。見てくださいよ。いきますよ。トラブルかなんかわからなくて、なんか砂嵐みたいになって。すいません、先輩、先輩、先輩聞こえてますか？先輩、先輩、先輩。あ、映りました。よかった。先輩、先輩聞こえてますか？先輩、先輩。先輩、聞こえてますか？先輩、先輩。先輩映ってるんですけど、なんか反応がなくて。先輩！先輩！音が繋がってないかな。
大事なことしちゃった。だって。先輩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 この人、お松さんじゃない。僕の直感はそう感じていました。先輩、大丈夫ですか？体調悪くないですか？大丈夫。次僕行きます。うん。そんなことより、YouTube はもう終わろう。え？行くとこができたから。あ、はい。え、どこ行くんですか、先輩？自主練習。一体、先輩は何を見たのか。そして、今目の前に立っているこの人、本当に先輩なのか。考えるのも怖くなりました。あ、そうですか。頑張ってください。お願いします。先輩、おはようございます。何してるの？先輩。ベランダの掃除、最近誰もしてなかったでしょ？代わりにやっておいたよ。はい、ありがとうございます。うん。じゃあ、早く行こうか。朝練の時間が少なくなっちゃう。整備変わるよ。ああ、今俺やる。今の声。いや、あの一年生の仕事なんで。先輩が整備変わる。いいよ、気にしないで。あ、いや、大丈夫です。気にしないでいいよ。いや、変わるってば。人の力で握ってるとは到底思えないほど強力でした。お松先輩、僕やります。いいっていいって、無理しなくて。あとこれジュース飲みな。わかりました。お言葉に覚えて、いただきます。おかしい、絶対におかしい。優しすぎる。お松先輩がジュースをおごるなんて、あれは絶対にお松先輩じゃない。お松先輩の姿をした何か。